本当にどうも感謝です、ありがとうございます。いやね、なんかもう今ね、雰囲気自民党、とりあえず自民党、まあ、こんな感じでね動いておりますけどね、皆さんとりあえず自民党ちょっとね立ち止まって考えてもらいたいとこう思います。まあ、今全体的にもほぼ自民党ですけどね、ちょっとだけね、とりあえず自民党というのはちょっと考え直してもらいたい。まあ、とりあえずっていうのはね、大体まあこう寒くなってくるとね、会社の帰り、まあ、いっぱい飲んで帰ろうかな、居酒屋行った時にね、今日は熱燗にしようかなと思いながらも、まあとりあえずビール、こういうふうに思う時はありますけどね、政治と、まあ、いっぱい飲んで帰るのとはこれちょっと違いますんで、ぜひ皆さんにね、一度考え直していただきたいというかね、考えていただきたいんです。そしてね、今回の選挙、まあアベノミクスで景気が良くなる、そしてそれまでにちょっとね時間がかかる、待ってくれ、まあ良くなるんならね、みんなそれは待とうかな、こういうふうに思いますがね、要はね、もう安倍総理になって2年経って、まだまだ景気の回復、普通の人は実感してない。実感してるのは株を持ってる人、まあ大金持ちの人たち、こういう人たちはね良くなった、こういうふうに思ってるわけですけどね、皆さん。今アベノミクスがまだ皆さんのところまで景気回復感じられないのは、規制緩和、ここの部分でね止められてしまってる。規制緩和止めてるの誰なの？自民党のね支援している団体は規制に守られてますから、規制緩和したらそういう人たちが競争にさらされる。だから今3本目の矢、これが打てていないと、こういうことなんです。そしてこの選挙はね、そのアベノミクスこのまま続けるかどうか、それだけではありません。要はね、こっからこの選挙のことで、この選挙において隠されているそういう争点、そして皆さんの見えないこの国の政治で税金の使い方おかしいじゃないのというところ、皆さんに隠されてます。皆さんに見せないようにしている、そこがね僕たちがこの選挙で訴えたい、そのね選挙の、まあ、今回の選挙の争点になるはずなんです。だから皆さんにねぜひ聞いていただきたいのは、先ほどからいろいろ話あったと思います、まあ、横山さん2区で今選挙戦ってますけど、県議会議員でした。そして県議会議員として、まあ、県のね財布、要は皆さん方の財布なんです、県の予算というのは。その予算の中で、まあ、とにかく無駄遣いがないか、こういう形でおかしい使い方しているものを改めていこうということでね、どんどんやってこられました。要は何が言いたいか、役所の中をねしっかりお金の使い方見直していきましょうよ。そのためにはね、まず政治家が自分の身を、自分の身分、自分のバッジ、自分の報酬、そんなもんにこだわってたんでは、なかなかそういうね役所のおかしなところの追及はできませんよと。大阪では我々がまず自分たちで身を切ってきて、役所の改革どん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 やりました。僕はね大阪府の知事です。だから、まあ、大阪府政府民の皆さんの財布を預かっている。この財布をねなんとか黒字にしなければならない。そして府民の皆さんにねそのお金をしっかりと還元していかなければならない、こう思ってるんです。そのために、まあ、大阪で大阪維新の会というのを橋本代表先頭に作ってきた。結果大阪府では11年連続赤字でしたけども、橋本知事誕生前までね。でも今は、まあ、橋本府政僕の時代になって7年連続黒字。そしてこれは愛媛の皆さんね、愛媛ではまだできてない、大阪だけできていること、それは何か、子どもたちの教育予算しっかりここにね手当てをしております。大阪府では子どもたちが高校行くときね、皆さん、子どもたちが自分の夢を諦めることのないように、公立高校は無償化ですけれども、これ公立だけにね、公立だけが子どもたちの行き場所じゃない、私学に行きたいということもいっぱいいてます子どもたち。自分の夢は私学で特色ある教育を受けたい、こういう学校、私学に行きたい、そういう子どもたちに夢を諦めることのないように、大阪では子どもたち家庭の事情関係なく私学、
私学に行ってもらおうということで無償化制度、まあ、私学無償化制度を実施しています。まあ、これだけでも200億ぐらいのお金がかかりますけど、これも全て行革の中で財源を生み出し、今そういうサービスを子どもたちに提供をしているということなんです。皆さんね、この国のお金の使い方本当におかしいというところを皆さんに立ち止まって考えていただきたいんです。4月に消費税が上がりました。皆さん方十分それ感じられてる。消費税上がって負担上がったよね、買い物するとき今までより高いよね、そういうふうに今思われてる。消費税って何のために 3% 上げるんですかと皆さん方にね、まあ今までね政府はこう説明をしてきました。高齢者の皆さんの医療福祉年金介護にお金がかかるんだ、これをしっかりと支えるためには税金を上げなければ仕方がありません。でないと次の世代その負担がどんどんつけ回る。高齢者の皆さんにねこの社会保障しっかり受けてもらうためのお金、こういうふうにずっと説明をされてきましたが、4月に消費税が上がって 3% 上がった。皆さんどうですか、どうですか、お母さん年金上がりましたか、皆さん医療費負担下がりましたか。どこ行ってもこれ聞くんです。でもどこでもね、いや年金下がったよ、社会保障充実感じないよ、こればっかりです。もう4月に消費税上がって8ヶ月経ちましたけど、皆さん方にねそのお金が回っていない、還元はされておりません。じゃあどこに回ってるんだろうなと。それだけの増税分おかしいじゃない。皆さんね、4月に消費税が上がって一月後の5月にいい思いしてる人が一部います。給料がポカーンと上がった人、懐がぬくもった人、それ誰なの。国会議員の皆さんですよ。国会議員の皆さんね、皆さんに消費税を4月には負担を上げといて、5月に自分たちは国会議員はね給料2割上がりました。これ皆さん知ってましたか。皆さん今日ここにいらっしゃる皆さんでね、4月に増税されて5月に国会議員の給料25万円ぐらい一月ですよ、 20% 上がったの知ってた方いらっしゃったらねちょっと手を挙げてもらえ。全然知らん。皆さんお一人だけ知ってる。あ、お二人、あ、その柿色の方知ってる。いやそれがね、結局これだけいらっしゃって二人しかそれ知らない。こんな税金の使い方いいんですかと。国会議員の給料上がる前まで年収1600万ぐらいですよ、2割上げてね2000万になった。皆さん1600万は安いんですかね。2割上げなければならなかったんですかね。国会議員ってそんなにお金かかんの。違いますね皆さん、税金の使い方間違ってるんです。まず皆さん方に、納税者の皆さんに、国民に負担を求めるなら逆です。逆、国会議員が給料を上げるんじゃなくて自分たちが身を切って、身を切るって言っても1600万から切るだけですからね、十分1年間やっていけるだけのねお給料はもらってるはず。そこから自分たちが身を切って初めてね皆さん方に増税を求める、負担を求める、これがね筋ですよ、筋、政治の筋です、道理です。でもこの国では違う形で真逆に税金が使われている。こんなおかしいね税金の使い方を止めましょう。さっき言いましたけどね、大阪府今黒字でずっとやってて、子どもたちの医療費助成も来年度から予算ベースで倍にします。私学は無償化してます。それをやるためのお金どうやって見つけてきたの。まずはね、橋本首相も僕も自分たちの身を切るところから始めたんです。橋本知事就任の時に、子供7人いますけど食費代もかかりますけど、それでも3割報酬カット、僕も同じ退職金は 85% カット、大阪府議会メンバー今全員 30% カット、報酬定数は21議席削減、そこからスタートをして役所にね、役所っていうところに、そこで働く人たちに現場、役所の現場っていうのをもっと厳しい職場にしないとダメだよと。税金で生活する側が
慣れ合いぬるま湯もたれ合いでね、楽な仕事してたんでは、これ納税者の皆さんの理解を得ない。だから役所っていうのはやっぱり守られてるんです。守られてる職場にいる限り仕事の中身は厳しいよ、そういうふうに変えていった。そういう形で財源を生み出してきた。どれだけ守られてるか。大阪府でもね、僕たちがなる大阪でその知事首相になる前、大阪府は11年連続赤字でした。赤字ということは府民に借金をつけ回してる赤字。でもその赤字の時代に11年連続赤字でも大阪府庁の職員が給料遅配をされたり、ボーナスがなくなったり、退職金がなくなったり、そんなことはありません。役所っていうのは赤字でもきちっきちっきちっと決められた日にちゃんと給料は支払われるんです。決められた夏と冬ちゃんとボーナス出るんです。退職の時だけではちゃんと退職金出る。民間の企業なら皆さん大体1年赤字で銀行は冷たくなります。なかなか今までね、愛想良かった人がね、ずっとね、いろいろ融資頼んでもね、ちょっと難しい難しいこういう話になる。2年目になるとね、もう従業員の皆さんの給料はね、支配されたり大幅カットされたりされる。3年目になると、まあ会社倒産です。倒産するとどうなるか、皆さんそこに勤めている社員の皆さん職を失いますよ。中小企業ならそこの社長はまあ個人保証を入れてますからね、家屋敷も取られてしまう。それが民間のね、仕事の世界です。ビジネスの世界。役所は11年連続赤字でも給料はきちっと決められた時にきちっとした金額は振り込まれる。ボーナスも出る、退職金も出る。じゃあね、それだけ守られるんなら厳しい職場に変えようよということをやったんですよ。要は簡単に言うと、3人でやれる仕事2人でやってくださいよ、4人でやる仕事3人でやりましょうね。どん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 役所の規模、厳しい職場に適正化を、僕たちは適正化だと思ってます。そういうふうにやってきた結果、橋本市長が就任して大阪市の職員公務員ですね、6400人、それだけの数が減りました。何もね、生首でどんどん首にしたわけじゃない。要は退職不補充で規模をずっと縮めてきた。そのことによって大阪市民に何ら悪い影響は与えておりません。大阪府も同じ、退職していく方にまあその不補充の部分を不補充にして、そして規模をぐーっと絞ってきた結果、皆さん11年連続黒字から、赤字から黒字になって、今さまざまなサービスができるようになったんです。大阪府民の皆さんの預貯金、財政調整基金ですけど、これも今この4月には1500億弱、何かあったら使えるお金積み上げることができました。こういうことをね、全国つつ裏裏でやりましょう。大阪府以外もあとの46都道府県、全国つつ裏裏、1800ある市町村、そういうところでもやっていきましょうよ。それをやれば皆さんね、消費増税ね、あと1年8ヶ月先にあと 2% と言われてますけど、そのぐらいの財源は十分生み出せますよ。そういうことを全部した上でね、消費増税をお願いするのか。これが税金の使い方の筋道じゃないですか。これを僕たちはこの国全体でやりたいんで、国政において、まあ今回ね、我々が政権取るようなそんな話ではありません。もう政権変わりません。それも自民党なんでしょう。でもね、こういう改革をね、その政権に、政府にね、これやれこれやれと改革を進めるんだという勢力がこの日本になくなってしまえば、もう本当に慣れ合いぬるま湯もたれ合いのね、要は皆さんから消費税が 3% 増税をしたら自分たちの給料を上げる、こんなね、わけのわからない税金の使い方がずっと続いていく。これをなんとかね、僕たちはなんとか止めていきたい。止めるためにはね、これを言い続ける、おかしいじゃないか税金の使い方、これを言い続ける勢力をね、皆さん少しはこの国にね、残しておいていただかないと。全部が全部自民党、南から北まで全部自民党、
東から西まで全部に自民党。これではね、皆さん、税金の使い方、霞が関永田町でパクパクむしゃむしゃと、皆さん美味しく食べられてしまうだけです。さっき言いました。この4月に消費税を増税して、5月に皆さん国会議員の給料2割アップしたこと、これだけいらっしゃる中で知ってるのは2人です。要は結局、皆さん方がずっとここで生活されてきて、自民党の国会議員もいっぱいいるのに、皆さんにそういうことを一切説明をしない、皆さんに情報を出さない、それが今の政府なんです。自民党公明党政権なんです。皆さんね、そういうところにそらおかしい、皆さんの思いをね、しっかりその改革をしなさいよということを言える、そういう政党をね、この国の中にね、やっぱり残していただかなければならない。これできんのはもう我々維新の党でしかないと、こう思っております。皆さんね、ぜひ皆さんの力でこの四国でね、1議席でも2議席でもぜひとも維新の党にね、議席を取らせていただきたいんです。皆さん、まあ横山さん、そして森さん、この一区ではありませんが、この四国から小選挙区に立候補しております。そして今必死で戦っております。この二人をなんとかね、国会に永田町に送っていただく、そのためには一区の皆さんにもお願いしたいことがある。まずはこの二人の名前をそれぞれの2区4区の皆さんのお知り合いに、皆さん電話をかけてね、頼むでということを言ってもらいたい。そしてもう一つ、比例区において維新という票をね、皆さん一人一人が横横に広げていただいてね、そしてその票をなんとか増やしてもらいたい。そのことでね、この国で改革する政党がなんとか生き延びることができる。この国にそういうおかしい税金の使い方を改める、そういう政党が残ることができる。皆さんの力が必要なんです。ぜひ皆さんの力を、まあ橋本代表、そして僕、そして横山、森に、維新の党に、皆さんの力を結集してください。お願いいたします。ありがとうございました。じゃあ橋本代表に変わります。いや、松山の皆さん、本当にお騒い中、本当にありがとうございます。これだけ多くの皆さんにお集まりいただきました。本当にありがとうございます。今ね、インターネットでね、これ集計してるんですけども、コメントにね、なんか信号かっていうふうに言われました。これ赤と黄色と緑で信号かなんて言って、結構面白いこと言うなと思って、ニコニコ生放送、またニコニコ生放送の中でコメントでね、どれぐらい集まってるのか見せてっていうふうに言うコメントも多かったので、またぐるっとちょっと聴衆の状況っていうのを映してみてください。まあ皆さん、松山にはね、維新の党の候補者出しておりません。出していません。ですからおそらく松山市民の皆さんは、多くの皆さんがもう塩崎さんに投票します。もう全然いいです、塩崎さんで。いや、もう結構なんです。おそらくね、自民党がもうこれ圧勝します。自民党公明党が圧勝するんです。12月14日選挙特番やりますけどもね、選挙特番だいたい夜8時から選挙特番ですよ。まあ7時ぐらいからやりますかね。で、いろんなキャスター出てきますよ。いろんなキャスターが、それと解説者。だいたいこの選挙特番は皆さんご存知の通り、この後ろのバックボードにですね、日本全国の、まあ、全国地図が貼り出されていて、で、当選者ごとに色付けがされます。だいたい感覚的には自民党が青でしょうか、民主党が赤ですかね。で、我々のね、維新の党の色っていうのはずっといつも緑なんですね。12月14日今度の日曜日、まあ投票が締め切られたその瞬間、まあ8時ぐらいですか、番組が始まったその直後にね、この選挙特番での日本の全国地図、もう自民党の色にブーって染まります。もう8時瞬間、もうそこでね、一気に自民党色になりますよ。自民党公明党だけで320議席を超えると言われています。もうそれはね、ある意味仕方がありません。じゃあなぜ我々松山で候補者を立てずに、まあ、横山は今治です。ですから、もし今治にお知り合いの方いれば、横山という、あ、そうですか、 横山お願いします。あ、そうですか、お兄さんも。で、さっきちょっと言ってきた宇和島は森なんです。ですから、また宇和島でお知り合いの方がいらっしゃったら森というふうに言っていただきたいんですが、今日は松山の皆さんにはね、
もう候補者は塩崎さんで結構です。ただ衆議院の選挙はね、比例代表っていうのがありまして、政党の名前を書くんです。で、大体皆さんね、塩崎さんって書くと政党は自民党って書いてしまうんですが、もうそう、個人の候補者は塩崎さんでいいですが、政党の名前だけは維新の党にしてもらいたいんです。維新の党に政党の名前は。で、なぜそうなのかということを今から少しちょっと時間をかけて説明をさせてもらいます。もう一度言います。12月14日は黙っていても全国ブワッと自民党の世、もう全部が自民党の国会議員だらけになりますが、そうなるんですよ。残念なこと、もうしょうがないんです。でこれはね、皆さんどういうことか、どういうことをね、皆さんが、まあ、ある意味賛成したということに なるかというと、これ知事が、松井知事が言ったようにね、皆さん消費税はこの2017年4月に上がるわけです。 10% ですよ。これ 10% って結構な負担です。 8% だったらね、中途半端だからまだわからないんです。これ 10% だったら結構多いですよ、お母さん。 10% 大変です。1割消費税、それから年金はこれから下がります。下がるんです。まあ、難しい言葉は別として、マクロ経済スライドっていう仕組みを入れましてね、年金は物価が上がれば上がるほど年金は下がる仕組みになりました。で、2017年4月に消費税 10% にする、今から2年半後です。これは安倍さんが言い切って、もう安倍さんを勝ちますから、だから消費税 10% に上がるのは間違いない。で、その最中に知事が言ったようにですよ、なんと今年の5月から国会議員の給料が月額25万円上がったんですよ、皆さん。僕ね、これね、中国、九州回って、鹿児島、福岡回り、中国地方、広島、岡山回り、で、昨日、今日で四国を回りました。大阪は回って、愛知、名古屋も回ってます。みんなに聞いてるんです。知ってましたか？国民の皆さんの負担をこれだけ増えておいて、増やしておいて、国会議員の給料、月額25万円上がったって知ってましたかって言ったら、ほとんど知らないんです。そうなんですよ。皆さん、月額25万円ってどんな金額ですか？主婦の皆さんがね、パートでこれね、稼ごうと思っても、月25万なんて稼げません。今日ね、お父さん方もお勤め帰りでたくさんこうやって立ち寄っていただいてますけども、お父さん方25万円ってこれ、お小遣い何ヶ月分ですか？25万円のお小遣いって言ったらこれ大変な額ですよ。4ヶ月分、5ヶ月分。そうでしょ？でね、それからね、奥さん方ね、へそくりしたってね、これ25万円貯めようと思ったら何ヶ月かかるんですか？ねえ、いろいろ体も大変だと思うんですけど、25万円って言ったらすごい大金じゃないですか。これね、月額25万円、国会議員が半年前に給料を上げたんです。でもこれ誰も、国会議員誰も、国民の皆さんにそのことを説明してない。これがね、おかしいと思うんですよ。で、僕はもう2年前から、国民の皆さんに負担を求める前に、まずは身を切る改革、国会議員がその姿勢を示せと、まずは2000万円ある以上ね、2000万円以上ある給料、まずはそこ3割削減、そこから公務員改革、公務員給料の見直し、これをやった上でまだお金が足りない場合には最後に国民の皆さんに増税をお願いする、このような道順でね、きちっと皆さんに、国民の皆さんに負担をお願いしましょうよ。2年前からずっと言ってたのに、自民党も公明党も民主党もみんな無視です。みんな無視。挙句の果てにはこの5月に給料25万円上げてるんです。それから皆さん、このこともご存知ですかね、僕はね、本当に今全国告げ口行脚をしてるんですけどもね、国会議員はね、給料以外に月額100万円の経費もらってるんですよ。年間1200万円。お父さん方、お勤め帰りのお父さん方、今会社で経費請求してみてください。大変ですよ。なかなか会社出してくれませんよ。誰と飲みに行ってたんだ、高すぎるじゃないか。これ領収書出せ。必ず会社から経費をね、返還してもらおうと思った。これ大変なんです、世の中。ところが国会議員は月額100万円給料とは別に経費をもらっているんですが、領収書1枚もつけなくていいんです。領収書1枚もつけなくていいんです。でたらめですよ、こんなの。国民の皆さんに負担を求めておいて、消費税は増税 10%、 年金は切り下げておいてですよ、
国会議員給料月額25万円上げて、年間1200万円の経費、領収書1万円をつける。これおかしいです。だから僕は、給料はカットするのと同時に、国会議員の給料カットと同時に、年間1200万円のこの経費については全部領収書出せ。これ半年前からずっと言ってるのに、自民党、民主党、公明党、みんな相手にしてくれないんですよ。相手にしてくれない。みんな無視です。これね、不思議なもんで、その代わりこの選挙運動期間中、いろんな番組に出て党首討論会やったんです。まあ、この間の日曜、2週間前の日曜日は NHK の党首討論に出ました。それからこの間、先週の火曜かな、水曜かな、その時には報道ステーション、テレ朝の報道ステーション出たんです。そこでね、僕言ったんですよ。国民の皆さんに負担を求める前に、国会議員が 30% 給料カットしろと。それから年間1200万円の経費については領収書出す。これ番組でわわわわ言ったんです。そしたらですよ、あれだけ、僕が給料下げろとか領収書つけろと言って無視してた政党の代表者が、古舘さんが質問したんです。橋本さんこう言ってますけどどうですか？橋本さんが国民に負担を求める前に国会議員が給料削減し、国会議員の給料削減しろと言ってるけど、どう思いますかって古舘さんが各政党の代表者に聞いたら、みんな手を挙げ始めたんです。給料削減するって。結局ね、国民の皆さんがちゃんと見てる。国民の皆さんが監視してるということになると、国会議員は襟正すんですよ。そりゃそうですよ。今この場にね、国会議員が立って、塩崎さんもそうですよ。ここに来てですよ。私の給料、月額25万円上がってますなんて、絶対言えるわけだ。絶対言えるわけだ。それは国民の目、国民にね、顔向けできない話です、これ。で、今この二人、横山森は、まだ国会議員ではありません。で、僕は日本全国、維新の党の国会議員の応援に回ってるんです。だからこの元国会議員というのを横に置いてね、僕は応援するわけですけども、皆さんにね、負担を押し付けておいてね、給料25万円上がった人はこの人ですって言って指さすとね、維新の党の国会議員もみんな下向いちゃうんです。皆さんの顔見れないですよ。このご時世で私、給料25万円、月額上がりましたなんて言える国会議員いませんよ。ところが、皆さんに顔向けできないようなことを永田町では平気でやってる。でも、国民の皆さんの目を意識した途端に、国会議員はみんな襟を正すようになるんです。私の給料を下げますってみんな言い始めました。ほらね、あれだけ無視し続けてきたもう他の政党の皆さんも、国会議員の給料は下げるというし、年間1200万円の経費については領収書つけるって言い出したんです。テレビカメラの奥にね、2000万人、3000万人の国民の目があると思ったら、みんないい加減なこと言えなくなる。ただその中でも、立派ですよ、偉いですよ。自民党と公明党だけは、給料下げるとは言わない。領収書も出さないって言い切った。もう一回言いますよ、皆さん。皆さんに消費税 10% 押し付けて、年金は切り下げてですよ。それでいて、国会議員の給料は半年前に月額25万円上げた。当然こんなの下げるべきなんです。テレビカメラを前にするとね、他の政党みんな、やっぱり給料を下げます。やっぱり1200万円の経費については領収書つけます。みんな手を挙げたのに、自民党と公明党だけは手を挙げませんでした。ということは、自民党と公明党は皆さんに負担を押し付けておいて、国会議員の給料は削らない。年間1200万円の給料とは別の経費について、領収書1万円も出さないと宣言したんです。僕はこれね、国民の皆さん、馬鹿にされてると思いますよ、こんなの。国民の皆さん。どれだけ負担になるんですか、これから。なんで国会議員2000万円以上の給料もあるのに、ちょっとぐらい給料削らないんですか。確かにね、国会議員の給料を少々削ったところで、国と地方を合わせて1000兆円の借金が減るわけではありません。国会議員の給料削ってもせいぜい数十億にしかならないでしょう。僕らが言いたいのはね、何も国会議員の給料を削って、国会議員の数を減らして、それで国の借金をそこから減らせって言ってるわけじゃないんです。僕らが言ってるのは政治家の姿勢、政治の姿勢ですよ。国民の皆さんにこれから大きな負担を求めるんだったら、まずは身を切る改革、その上で公務員の改革をやる、公務員の給料の見直しをやる、
それでもなおお金が足りなければ皆さんごめんなさい。国のこの借金のために、国の財政のために国民の皆さんの負担をお願いしますという、そういうお願いの仕方をしないと国民の皆さん納得しないでしょうということなんです。で、単にこのことをね、このことを僕らは言い続けてるのに、自民党と公明党は、自民党と公明党は国会議員の給料は下げません。給料とは別の年間1200万円の経費については領収書は今後も出しませんと言い切った。ということは今度の12月14日選挙の特番でですよ、全部この後ろの日本の全国地図、自民党一色、公明党一色になってしまったらどういうことになるか。国民の皆さんが別に国会議員の給料を削らなくてもいい、給料以外の年間1200万円の経費について領収書1枚も出さなくていいと、国民の皆さんがみんなそれに賛成した、認めたということになるんです。今回維新の党は僕の力不足でこの松山にも候補者を立てることが できませんでした。全国で80名しか立候補者立てておりません。ということは皆さんが維新の党に票を入れたとしても、もし全員が受かっても80名しか受かりませんから、80名だけではこの国をバラ色に変えてみせるとかね、この国をねもう一度立て直してみせるって言っても、ほら皆さんなかなか信用してくれません。お前のとこ維新の党たった80名じゃないかと言われますよ。でも僕らの役割はさっき知事が言ったように、日本を変えます、日本を立て直しますという役割ではなくて、今回はですね、まず一つこのように皆さんが知らないその国会議員のデタラメさ、国会議員が自ら説明できないようなこのちょっと後ろめたいこと、こういうことを告げ口して回っていくっていうのがね、これ僕の役割なんですよ。でもやっとね、最近テレビで新聞テレビでわわわわ言うもんですから、国会議員の給料の問題が取り上げられるようになったんです。この年間1200万円の経費、文書通信交通滞在費っていう名前なんですけど、これだって領収書1枚もついてないっていうのがやっと最近取り上げられるようになった。今日の読売新聞でも書いてます、ちゃんと政治と金の問題です。この年間1200万円の経費について領収書今つけていないけども、これどうなんだっていう問題がやっとこれね取り上げられるようになった。僕らたった80名しか今回立候補者出していませんが、まあ本当国民の皆さんね、皆さんが目を光らせないと国会議員やりたい放題ですよ。だって月25万円の給料アップなんて、皆さんが見てる前では絶対に国会議員はそんなことを言えないのに、皆さんが見ていない永田町で平気でやってるんですから。だから僕はこうやって告げ口して全国回ります。国会議員の給料25万円上げたぞ、上げましょう、年間1200万円の経費について領収書1枚もつけてませんよ。まあこれからいろんなこと言いますよ、これからもいっぱい。でもそれをね言おうと思うと、なんで僕がまたこういうことを言えるかというと、維新の党の国会議員仲間がやっぱりいるから、そのメンバーが国会の中に入ってるから、いろんな国会の中のデタラメさ、それがどん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 情報が入ってくるんです。まあ僕はね、まあ、口も悪いし人柄も悪いですけど、まあそういう意味でね、まあ口悪いし人柄も悪いけど、まあとにかくわー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 騒ぐのは得意ですから、ある意味スピーカーの役割、スピーカーの役割で、これを本当にね言い続ける者がいないと、自民党公明党だけだったら国会議員の給料絶対下げません。年間1200万円の経費についても絶対に領収書出さない、誰も言わなくなってしまう。これがね本当に自民党公明党だらけのこの国になってしまったら、誰もそういう話をしなくなってしまう。そこに維新の党がたとえ5人でも10人でも15人でも国会の中に入ればずっと言い続けます。今法律出してるんです、国会議員の給料3割削減という法律も出してる。こんな年間1200万円の経費について領収書を出せという法律も出すんです。そういう役割がないと国会でこの議論全く進みません。増税する前に身を切る改革、僕はずっと言ってきましたが、もし今回維新の党が、まあ、国会議員ゼロになってしまったらね、まあ悔しいけれども自民党と公明党にこう言われますよ、橋本さん、あんたは増税する前に身を切る改革ずっと2年間言ってきたけども誰も国民支持してないじゃないかって言われてしまうんです。でもそれはね、国民の皆さんが知らないから、
国民の皆さんがまあお人よしなのか賢いのか賢明なのか分かりませんけども、僕はね主に国民の皆さんがこのことを知らなかったからだと思います。さっき知事が聞いて国会議員の給料が月額25万円今年の5月に上がったことを知ってた人ほとんどいませんでした。知らないから声を上げなかっただけです。もし知ってたら絶対文句言ってたはずですよ。でも残念なことに今日本全国では自民党と民主党の国会議員、まあ立候補者ばっかりです。どっちを選ぶかって言ったら絶対自民党ってなるに決まってるんです。松山でも塩崎さんってなるに決まってる。でもですよ、仮に塩崎さんを選んだとしても国会議員身を切れよと、給料下げろよと、年間1200万円の経費について領収書をつけろよという声を国民の皆さんがそれを上げてもらう、その意思表示をしてもらうという、そういう意味でね、今回維新の党というこの緑色をねちょっと増やしてもらいたいんです。やっぱこれね12月14日全国地図を見てね、四国の中でたとえ一つでも二つでも緑色がつけばほとんど自民党、まあ青だったら自民党真っ青になります。この四国はもう自民党全勝と言われています。だから全部真っ青になってしまったらもう国会議員は身を切る改革やらなくなるでしょうね。だって自民党公明党はっきり言ってるんですから、給料は下げませんよ、年間1200万円の経費については領収書つけませんよって自民党公明党言ってるから、四国真っ青になってしまったら自民党公明党の議員だらけになったら、ほら国民の皆さんは別に身を切る改革それを求めてるわけじゃないでしょ。アベノミクスに全員賛成したでしょ。それで終わってしまうんです。そういう意味で松山には維新の党の候補者は出しておりませんが、比例代表という形でこの四国の方から一つ二つでも一議席でも二議席でもこの維新の緑色これをつけてもらうとね、ほらやっぱり四国の皆さんは増税する前に身を切る改革っていうものを求めてるじゃないか、こういうことをまた僕がわわわわ騒げるんですよ。そういう意味で今回僕ら80名しか出していませんから、日本を立て直すとか日本をこうしますとかそんな大風呂敷を広げるわけにはいきませんけれども、一つは皆さんにこういう形で告げ口をする役割、二つは皆さんが意思表示をする役割、自民党公明党が言ってることに全部賛成してるわけではないよということで、ある意味自民党公明党以外のそういう選択肢を示しておかないと皆さん自民党公明党が言ってること全部賛成というふうに取られてしまうんです。それが民主主義なんです。ぜひそういう意味でね、緑色で一つでも二つでも増やしてもらいたいと思うんです。もちろん横山さん赤着てますけどね、別に赤緑というたまたま今例示をしたわけで、今治では横山さんという名前を書いてもらいたいと思います。それとね、やっぱり年金改革だって大問題ですよ皆さん。年金改革ね、これ今国民全員の年金を今切り下げる、そういう仕組みになってます。皆さんこれからどんどん年金減る。でも維新の党の考え方は違うんですよ。これもなかなか僕の力不足でね伝えきれていませんが、維新の党のね年金改革ってのは簡単に言えばこういうことです。国民全員の年金を切り下げるってのはこれ違うと。でもこれから少子高齢化時代、年金の改革は必要、それ国民の皆さんにね負担を求めなければいけない。じゃあどこに負担を求めるのかといえば、人生65年経って65歳になった時に株を多く持った人、株を多く持った人ってのはアベノミクスでこれものすごいまたね裕福になってるんです。民主党政権時代株は8000円から9000円、それが今1万8000を超える勢いですから、2000万円ぐらいの株を持ってる人はねこれ3800万ぐらいまで資産が増えてるんです。だから株を持ってる人は相当裕福になってるんですよ。人生65年経って人生うまくいってね、株を多く持った、貯金をものすごい持つようになった、それからまた僕みたいな仕事、弁護士、僕まだ弁護士なんですけどね、資格持ってますから死ぬまで働けるんです。定年退職ないんですよ。だから僕みたいな人間とかね、貯金をいっぱい持った人、株を持った人、こういう人の年金を抑えればいいんです。こういう人間の、ただもちろん保険料は僕ずっと20代から払ってますから、ずっと払ってます。でも僕が65歳になった時にまだ弁護士として仕事をずっとできるって言うんだったら、年金は僕みたいな人間もらっちゃいけない。その分を普通の収入の方、もう仕事を辞めた方、ないしは体を壊しても働けなくなった方、収入がほとんどない方、その人の年金のかさ上げ分で使ったらいいんですよ。年金をね、
今5000円かさ上げする、低所得者のためにね、年金5000円かさ上げするっていうことが国会議員いろいろ議論してます、議論してましたけども、これ先送りになりました。なぜかといえば消費税の増税を先送りにしたんで、お金がなくなったから、低年金の人、その人のかさ上げっていうものをやらないっていうふうになったんです。違いますよ、そんなのね、株を持ってる人、貯金がいっぱいある人、資格業の人間、その人たちの年金を抑えて、普通の所得の方、もっと言えば低所得者の方にね、年金回せば、それいいだけの話なんです。できるんです。でもこんなこと言ってるのは維新の党だけなんですね、維新の党だけ。そりゃそうですよ。こんなこと言ったら、株持ってる人、貯金してる人、それから弁護士業、それから医者、まあ批判食らいますよ。俺たち年金の保険料は納めてるのにね、なんだ年金我慢してくれてどういうことだって言って、選挙の時に負けてしまうから、こういうこと誰も言わない。でも僕らはっきり言ってます、年金改革っていうのは国民全員の年金を一律に下げるもんじゃない、むしろ低所得者、普通の生活をしている人の年金は上げなきゃいけない。でも民主党のように無責任に皆さんに年金増やす増やすとは僕は言いません。民主党はね、お金の出所を示さずに皆さんの年金増やす増やすと言ってるんです。皆さんに一律に7万円の年金を配ると言ってますが、それをやるためには年間12兆円のお金がいる。僕は民主党の皆さんに聞いたんです、海江さんに。これ年間12兆円のお金どっから用意するんですか。海江さんはこう言ってます、後から考えると。ダメですよこれ、後から考えると。どうせできません。これ民主党だって、ほら5年前思い出してください、あの子供手当、子供手当、あの子供1人につき、ね、月1万5000円支給しますよ。あれね、一瞬ね、僕聞いた時ね、心がぐっとね揺れたんですよ。うち無計画に7人も作っちゃったでしょ。子供手当ね、月10万5000円ですよ。10万5000円何回か振り込まれました。でもこれはねまずいなと、これ一体誰がお金出してるんだと思いました。案の定見てください、子供手当中止です。民主党というものはお金の出所を言わずに皆さんの懐を温めますよって言うんです。維新の党は違うんです。まず年金改革の第一は、ね、金持ちさん、貯金をいっぱい持ってる人、株を持ってる人、それから医者弁護士のような資格業、ずっと働ける人、そういう人の年金は抑えながら、まずは低所得者の年金、普通の方の年金を底上げしていきましょう。その代わり僕も年金の保険料ずっと払ってますから、どっかで病気したとかね、怪我をしたとかで働けなくなった、その時に初めて年金をもらえばいい、まさに保険でもらえばいいっていうのが維新の党の考え方なんです。それをね、もしここで自民党公明党が圧勝してしまったら、四国でこの全国地図選挙特番12月14日、四国で全部自民党の色になってしまったら、年金はですよ、国民全員の年金を一律に下げること、国民全員の、ね、年金を一律に下げることに四国の皆さんはそれに賛同したってことになってしまうんです。それに賛成した、それは違うと思いますよ。国民全員の年金を下げてもいいなんて皆さん誰も思ってないはず。なんとか年金なんとかしてよ、もうちょっと増やしてよ、かさ上げしてよっていうのが皆さんの声だと思う。ところが自民党が圧勝してしまうと、全員の年金を下げてもいいってことに賛成したっていうことになってしまうんです。だからここでね、松山で塩崎さんに投票したとしても、比例代表は維新の党としっかりとね、それ意思表示してもらわなきゃいけません。また原子力発電所、愛媛は重要な問題ありますね。伊方原子力発電所どうするかですよ。原子力発電所はね、僕はね、明日明後日にゼロにするなんて、こんなこと無責任なことは言えません。毎日新聞や朝日新聞とかね、まあ、あの自分たちは賢いと思っているような学者、あなら無責任にも原子力発電所ゼロにしろゼロにしろって言いますけども、今日明日にゼロにはできません。これは現実問題。でも10年20年30年かけたら、やっぱり新しいね、エネルギー、新しいエネルギーっていうのを目指さなきゃいけないんです。なぜかといえば、皆さん伊方の原発ガン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 動かしてもいいですけどもね、核のゴミはどうするんですか。原子力発電所を動かせば動かすほどゴミが出てくるんです。しかもこれ核のゴミといってものすごい放射能を含んでるんですよ。誰がこれ処分するんですか。僕はこの問題、原子力発電所いいか悪いかの話になった時にね、まあいろんな議論がありますけども、単純な話、原子力発電所を動かして出てくるこのゴミ、核のゴミ、使用済み核燃料、これどうするのか。1970年、今から45年前に
初めて原子力発電所火が灯ったんです。大阪万国博覧会で初めて原子力発電所の電気によって電気が電灯が灯ったんです。1970年、今から45年前。その時に日本の政治家はみんな言ってました。核のゴミは出るけれどもちゃんと処分するから大丈夫だと。45年前に日本の政治家はみんな言ってたんです。ところが今どうですか。45年経った今も核のゴミの処理について日本の政治家は解決策誰も持ち合わせておりません。僕はね、知事になる前では普通の弁護士だったでしょ。知事になって初めて政治の世界に入った。そこで国会議員と議論することになった。まあ国会議員が何も考えてないってことよく分かりましたよ。原子力発電所、原子力発電所って言ってる国会議員に限って核のゴミについてはもうそんなのはもう俺は考えない、もうその時は俺も引退してるからそのことどうでもいい、そういう人たちばっかりですよ。これね、愛媛で核のゴミが出ても多分そこで出たゴミは大阪を引き受けません。無理です。多分愛媛で処理してくださいよってなりますよ。これ皆さんね、子供たち孫たちの世代に核のゴミっていうものをずっとこれ負担させるんですか。でやっぱり10年20年30年かけないとこの問題は解決できませんけれども、我々は水素を中心とした水素を中心とした新しいエネルギー体制を作っていこうっていうのが維新の党の考え方です。これでもね、橋本また水素なんか持ち出して本当にできるのと言われるかも分かりませんが、これできるんです。もう技術できます。日本の技術ってのは立派ですから。ただ今はね、まだすぐにはできませんけども、20年30年かければ今だって燃料電池車っていうのがもう走りますよ。燃料電池っていうのがあれ水素使ってるんですが、もうトヨタから出ます。燃料電池、これはもう完全クリーンなエネルギー、もうクリーンなエネルギー水素ですよ。これがね、日本社会を変えると。でそういうことを我々は目指していこうって言ってるのが維新の党。ところが自民党は原発ガンガン動かしに行きますよ。動かしていきます。で僕は今日は明日ゼロにはできない、一時的に動かすことが必要かもわからないけども、ゆくゆくはやっぱりね、原子力発電所から水素の方に変えていくっていう大きな目標を立てて維新の党っていうものは政策を作ってます。でもこれ四国の皆さんがね、もし自民党公明党の議員ばっかりを当選させてしまったら、ほら見てみろ橋本よと。四国の皆さん、特に愛媛の皆さん、原子力発電所を抱えている愛媛の皆さんが原子力発電所をどんどん進めることを賛成したじゃないかってなってしまうんです。皆さんは自民党を選んだとしてもですよ、自民党を仮に選んだとしても、塩崎さんを選んだとしても、原発をどんどん進めることは絶対反対だと、反対の人が多いと思う。30年ぐらいかけて新しいエネルギー体制ができるんだったらそっちを目指そうと考えている国民の方が多いと思う。年金だって国民全員の年金を一律に下げるような自民党のやり方、これには反対の方が多いと思う。でも自民党公明党だらけのそういう日本になってしまったら、皆さんがもう国民全員の年金を下げてもいい、原発をどんどん動かしてもいいということを、四国の皆さんがそれ賛成したということになってしまうんです。だから僕はここで維新の党緑色、少なくとも一つでも二つでもこの維新の党の緑色をね、四国でこのマークつけてもらいたいんですよ。維新の党はさらにね、教育大国日本を目指していこうと。今景気対策と言われていますけどもね、そんな国会議員がそんなあの魔法使いじゃあるまいしね、魔法の杖みたいなプッと振ってね、皆さんの所得をバッと増やすなんてさ、できません。そんなこと簡単にできません。アベノミクスと言われていますけど、僕はあれ全否定しませんよ。株が上がるのはいいですよ。でも株が上がっても株を持ってる人しか懐を温まらないんです。国民全体の、ね、懐を温めるためにはどうしたらいいのか、まあ、いろんな考え方ありますけど、僕らは教育というものにね、この軸点を置いて教育大国日本というものを目指すことによってね、国民の皆さんの家計を温めようと思ってます。どういうことかというと、日本は教育費ものすごいかかりすぎるんです。教育費だから子供を育てるにあたっても一番心配なのは教育費ですよ。教育費がかかるから子供をね、2人も3人も作れない。うち7人いるからもう今本当にヒーヒー言ってます。ヒーヒー言って教育費完全無償の国にするんです。まあ、できるんです。2兆円3兆円のお金があったら子供を産んでから大学卒業させるまで完全教育費無料の国ができる、できるんです。でこれどっからお金持ってくるのかといえば、公務員の人件費の見直しです。何もかもね、僕らは公務員の人件費を切れとは言っていません。
命を懸けてこの国を守ってくれてる公務員、尖閣諸島の周りでね、海上保安庁の職員頑張ってくれてます。皆さんの日々の暮らしと安全を守ってくれてる警察や消防、災害派遣の時にはね、命を懸けて厳しい現場に赴いてる陸上自衛隊、これは民間企業と別ですから、ここは民間企業とは別の給与ってものがあっても当たり前です。でも皆さん、これご存知ですかね。日本の公務員はね、事務をやってる公務員、事務の公務員ですよ。これおかしいんです。松山市役所の職員もね、それから大阪府庁の職員も大阪市役所の職員も、全国350万人の公務員は一律の大企業の社員並みの給料もらってるんです。大企業並みの給料、大企業の社員並みの給料、これ違うんですよ。本当は公務員の給料っていうのは国民の平均収入、地方公務員の給料っていうのはそこに住んでる住民の平均収入に合わせるっていうのが世界の公務員の給与のルールの原則なんです。だから松山市の職員は松山市民の平均収入に合わせなきゃいけない。ところが松山市の職員の給料は一流の大企業の社員並みの給料になってるんです。年間25兆円使ってる公務員の給料の見直しをきちっとやれば、年間25兆円のうち 20% は抑制できます、節約できます。大阪でもやりました。20% といえば年間5兆円、年間5兆円といえば消費税 3% 分です。ということはですよ、皆さんに増税をお願いする前に公務員の給料をきちっと見直しをすれば、増税せずともお金は出てくるんです。年間5兆円、この年間5兆円のお金のうち2兆でも3兆でも教育にバーンとぶち込めばいい。そしたらね、教育完全無償の国っていうのは、教育費完全無償の国っていうのはこれできるんです。教育大国日本を目指せばね、これ教育費ってものが下がれば少子化対策につながります。若いお父さんお母さん方はしっかり子供を産み育てることができる。景気対策にもつながります。若い世代、現役世代、家計費が苦しい世代、これ教育費が完全無償になれば家計に余裕が出ますから、それで飲み食い買う消費をやってくれるようになるんです。そして何といってもね、教育大国日本を作ればこの国が強くなりますよ。国の強さは人の強さ、人の強さは教育ですよ。なぜ我が日本国がアジアの中で唯一植民地にならなかったのか、歴史上ですよ。あのアメリカやヨーロッパがどんどんアジアに攻め入った時に、なんでこの日本が植民地にならなかったかといえば、日本の国民の教育レベルがものすごい高かったからです。日本というのはすごい国でね、子供を産んでも子供を労働力とは見ない。子は宝でね、子供が生まれたらお父さん抱っこされてますけどね、多分あのお父さんお母さんも自分が着るものを節約しても、食べるものを節約しても、多分子供のために教育費どん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 つぎ込みますよ。これが日本のね、素晴らしさなんです。ところが日本は情けない。今ですね、我が日本国は先進国の中で教育に税金を入れてる割合は最低の国なんです。税金を教育に一番使っていない国が我が日本国なんです。情けない、おかしい。これ税金どこに消えていったのか。これが国会議員の給料に消えていったり、国会議員の年間1200万円の経費に消えていったり、公務員の給料のものすごい高いところに消えていったり、天下りの退職金に消えていったり、皆さんの税金が全部そういうところに消えていってるんです。これから消費税 10% 負担するのに、そういうところに税金が流れていいんですかってことです。維新の党は大阪ではこの税金の無駄遣いを改めて全部教育にお金をぶち込んでます。教育の予算は5倍に増やしました。さっき知事が言いましたけども、大阪だけです、私立の高校も無料で行けるのは。大阪市は今度中学校1年生2年生3年生塾に通う子どもたちに月1万円年間12万円の助成始まります、まあ、ただ現金では配りません。現金で配ったらお父さんお母さんがパチンコ行っちゃうんでね、ちゃんと IC カード配りますけども、教育にもバンバンぶち込んでるんですよ。教育大国日本を作ろうと。このことによってね、少子化対策にもなるし、景気対策にもなるし、なんといっても国も強くなる。軍艦を増やす、戦闘機を増やす、戦車を増やす、ミサイルを増やす、それもある程度必要でしょうけどもね、そんなことでの国の強さは求めない。我々は教育大国日本でね、世界に冠たる日本を作っていこうと。これが景気対策にもなるし、国の競争力強化にもなる、1にも2にも3にも4にも教育だということを打ち出しているのが、これが維新の党、アベノミクスに対抗する維新のミクスというやつなんですよ。ところがね、なかなかこれやっぱり全国の皆さんに伝えきれておりません。これ12月14日、もし自民党公明党の議員だらけ、
この選挙特番のね、後ろの日本地図のボードが全部自民党の色になってしまったら、教育大国日本を目指そうっていう我々の主張も国民には受け入れられなかったということになってしまうんです。我々80名というね、本当に小さな規模の立候補者しか擁立していませんが、それでも増税前に身を切る改革、国民の皆さんに負担を求めるんだったら国会議員給料を切れ、年間1200万円について経費については領収書をつけろ、公務員の給与の見直しをして 3% 消費税の 3%、4% 分ぐらいの金を生み出して、まずは教育に金をぶち込める。年金改革は国民全員の年金を下げるんじゃなくて、まずは金のある人、貯金ができた人、弁護士や医者のように一生働ける人、そこの年金をまず下げろ。そして教育大国日本を作って、国を強くして、現役世代お父さんお母さん、若いお父さんお母さんの家計も温めて、もっと子供を産み育てやすい国にしようじゃないかと。この維新の党のね、維新のミックスというものにもしご賛同いただけるんでありましたら、松山からは候補者一人もいませんけれども、小選挙区は塩崎さんで結構です。でも比例代表は、比例は維新の党と、そして今治は横山、宇和島は森、この名前を広げてください。僕ら大阪でね、知事がたった6名からスタートさせたのが実はこの維新の党なんです。たった6名の府議会議員の集団だったんですよ。それが4年経った今ね、国政政党としてこんな偉そうに喋らさせてもらってます。僕ら言ったってその辺のね、喫茶店談義で始まったあの政治グループ、弱小政治グループだったんですよ。それがなぜここまでこうなれたかというと、大阪府民の皆さんがこの維新のミックス、みんな賛成してくれた。徹底して改革をやれ、その金を教育にぶち込め、みんな賛成してくれたんです。で、僕ら全然組織はなかったんですけど、大阪府民880万人の府民が一生懸命電話してくれたんです。電話だって僕ら組織ないですから。だからみんなの府民の皆さんが電話してくれた。ですが今日ここにお集まりのね、400名500名ぐらいの方々が1人5名電話してくれると、あっという間に支援者が2000名に増えるんです。でさらに皆さんが電話するときにね、最低5名に電話してください。もう比例は維新、比例は維新、今治は横山、宇和島は森、これだけをね、1人5名、皆さん1人5名電話していただいたときにね、あなたも5名に電話してねって言ってください。あなたも5名。そうすると皆さんが5名に電話して、で皆さんが電話かけた人がさらに5名電話する、またその人が5名に電話する、大体に増えてきましてね、残りの3日間で3万4万の応援者になるんです。これが大阪維新の会伝統のネズミ講作戦というやつでしたね。なんとかこの3日でね、その支援者の数を3万4万5万に増やしてもらうためには、皆さんが本気で動いていただいて、皆さんの電話一本で、本当にあの四国のこの地図のところにね、緑のマークが一つ二つつく可能性はまだまだありますので、この一瞬のミックス、どうかお用意していただけるようにお願いしたいと思います。本当に長時間どうもありがとうございました。松山市民の皆さん、ありがとうございました。本当に電話してください。もうそれしかありませんので、ちょっとこのままの飛行機の時間がありまして、大阪行って和歌山行きますので、大変申し訳ないんですけど、このまま失礼させてもらいます。本当に長時間ありがとうございました。皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。寒い中ありがとうございました。電話してください。本当に1人5名の方、10名の方に電話していただけるとまだまだ逆転できますので、ありがとうございます。大変寒い中本当に皆様ありがとうございました。維新の党代表橋本徹、そして維新の党幹事長松井一郎、また愛媛2区は横山博之、愛媛4区は森夏江、しっかりと愛媛から国政にしっかりと声を上げてまいります。維新の党、維新の党、どうぞ森夏江、横山博之、そして代表今日は橋本徹と幹事長も駆けつけて、愛媛の皆様にしっかりと維新の考えを訴えてまいりました。維新の党、維新の党でございます。愛媛の力、地方地域からしっかりと声を上げて国政に届けてまいります。維新の党です。大変寒い中、皆様本当に長時間ありがとうございました。維新の党の政策、また各候補者の政策、お耳を傾けていただけたでしょうか。維新の党、しっかりと戦ってまいります。代表橋本徹、そして幹事長の松井一郎、皆様にご挨拶させていただきました。維新の党、ここ愛媛から
しっかりと声を上げて戦ってまいります。私たち地域の声、地方の声、しっかり国政に届けるために維新の党しっかりと戦ってまいります。本当に皆様ありがとうございました。お寒い中本当に長時間お立ち止まりいただき本当にありがとうございます。維新の党、それではただいまよりまた代表と幹事長出発いたします。本当にありがとうございました。維新の党代表橋本徹、幹事長松井一郎、愛媛2区は横山弘幸、そして愛媛4区は森夏生でございます。ただいま愛媛2区横山弘幸、そして森夏生、外線車を降りて皆様にご挨拶に伺っております。維新の党しっかりと戦ってまいります。今日は本当に皆様寒い中、お寒い中ありがとうございました。維新の党、橋本代表と松井幹事長でございました。ありがとうございます。